彼、その父、大山積の神に恋に使わしたもう時に、痛く喜びて、その姉、岩永姫を添え、桃取りの机代のものをもたしめ、祭りいだしつ。彼、しかしてその姉は、痛く醜きにより、身かしこみて、返し送りたぼう。ただその音、木の花の咲くやびめをとどめて、人よ、巻きしたもう。しかして、大山積の神、岩永姫を返し賜るによりて、痛く恥、申し送りて申作。我が娘二人並べ立て祀れるゆえは、岩永姫をつかばさば、天津神の御子の命は、雪降り風吹くとも、常に岩のごとくにして、時はに勝ちはに動かずいまさん。また、木の花の咲くやびめを使わさば、木の花の栄ゆるがごとく栄えいまさんと、受けいて立てまつりき、この岩永姫を返さしめて、一人木の花の咲くやびめをとどめたまいつ。彼、天津神の御子の御命は、木の花の甘いのみいまさん、と申す。彼、ここを持ち、今に至るまで、スメラミコトたちの身命、長くあらざるなり。彼、後に木の花の咲くやびめ、舞い入れて猛作。やっこははらめり、今産む時に望みぬ。この天津神の御子、ひそかに産み祭るべくあらず、彼申す。と申す。しかしてのりたまわく、昨夜姫、人よにやはらめる。これ我が子にあらじ、必ず国津神の子にあらん。とのりたもう。しかして答え申さく、やっこがはらめる子、もし国津神の子にあらば、産むときさきくあらじ、もし天津神の御子にあらば、さきくあらん、と申す。と、なき八代殿を作り、その殿のうちに入り、羽を持ち塗りふさぎて、御盛りに産むときに、火を持ち、その殿につけて産みたまいき。彼、その火の盛りに燃ゆるときに産める子の名は、ほでりの御子と、次に産める子の名は、ほっせりの御子と、次に荒れませるこの皆は、ほうりの御子と、またの名は、天津彦彦、ほほでみの御子と。